iPhone のディスプレイ画面ってガラスフィルムをつける方ですか？それとも液晶保護フィルムをつける方ですか？僕は先日こちらの動画でニマソの液晶保護ガラスフィルムを購入してすごくいいんだっていうレビュー動画を上げました。で、実際もちろんすごくいいんですけど、ニマソの保護ガラスフィルムを貼った次の日にベッドの上から落としちゃったんですよ、 iPhone を。で、その時にああ落としちゃったなーぐらいでパッと手に取ってそのまま、まあ朝食を済ませて仕事に向かう時に気づいたんですけど、もうすでに割れちゃってました。で、割れちゃいまして、早かったですよ。つけて次の日に落として割っちゃったんですから。まあこの保護ガラスフィルムがあったおかげで iPhone のディスプレイが破損しなかったのかというと、そこはちょっと疑問なんですけど、まあこういう床にこうベッドの上の高さからコンと落としちゃって、するとなんかパキパキみたいな感じでこうここの3箇所、隅の3箇所が割れちゃったんですよね。このニマソの液晶保護ガラスフィルムは36ヶ月保証なんで、もう新しいのに変えてもらおうかなと思ったんですよ。で、この1日割れたその1日はとりあえずこのまま使おうと思って使ってたんですけど、まあ、数日それで経過しちゃいまして、で、使ってたらなんか以前もあったんですけど、ガラスフィルムってタッチ操作が若干遅延感じたりしませんか？こうスワイプ操作とかテキストのタイピングをするときにもなんか若干こう押せてなかったりとか、ちょっと動作が鈍かったりとか若干するんですよ。こうぬるさが、この液晶保護画面のぬるぬるさが、ちょっとガラスフィルム1枚挟むだけでちょっと若干ちょっと操作しにくいと言いましょうか、ちょっとこう遅延が発生するなってちょっと気になったんですよ。で、そのまま数日また使ってたんですけど、どうもやっぱりガラス、こうニマソが悪いとかそういうことではなくて、ガラスフィルムはやっぱり 0.35 ミリで薄いんですけど、やっぱ若干やっぱりそのディスプレイとの間に挟むことになるので、指とディスプレイの間に、だからちょっと動作が 100% アップルが推奨する 100% の動作ができているかといえばやっぱそうでもないんですよ。だからガラスフィルムを挟むと操作に関して若干やっぱりちょっと気持ち悪いところがあるなと思って、写真とかこうスライドもちょっとね、力を入れないと進まないとか、あとテキストタイピングもこうしてると押せてなかった時があるとか、なんか若干使いにくいんですよね。で、実際僕この iPhone X を使用してた時にはガラスフィルムを最初貼ってちょっと気持ち悪かったんですぐ外して液晶保護フィルムを貼ったんです。液晶保護フィルムは本当に薄いので動作 もうそのまんま、ディスプレイ、iPhone の動作もそのままだったんで、このまま使い続けたんですよ。で、落としたりすることもなかったので、ディスプレイの画面が割れることもなかったんですけど、落としちゃった場合に、やっぱディスプレイの破損がすごく気になるとこなんですけど、まあ、実際使い勝手とした時に、やっぱりこう操作がスムーズじゃないと、やっぱ気持ち悪いなって思って、で、テキスト入力とか動画とかこうね、例えば拡大ボタンを押してんだけど、なんか押せない時があったりとか、なんかこう、うんってとこが、時があったんで、保護ガラスフィルムじゃなくて、やっぱもう普通の液晶フィルムにしちゃおうと思って。でも今、液晶保護ガラスフィルムってもう当たり前になったじゃないですか。昔は液晶保護フィルムしかなかったですけど、今はもうガラスフィルムが当たり前の時代になってきました。だからドコモとかソフトバンクとか au とかでキャリア別で、独自のなんかガラスを上からこう施すなんかね、サービスをしてたりするんですけど、まあ、実際いろんな保護ガラスフィルムのある中で、全てが動作がちょっと悪くなるとか悪いって言ってるわけではないんですけど、やっぱり保護ガラスフィルムをつけることによってのはちょっと動作が気になったので、ニマソが悪いとかガラスの保護フィルムがダメとかいうことではないんですけど、僕の中ではちょっと変えようと思います。で、そこで前回の iPhone X の時にも使用してたんですけど、液晶保護フィルムって逆にないんですよ。今結構 Amazon とかで探しても液晶保護フィルム、ガラスじゃない液晶保護フィルムってなかなか探せないんですよ。一番手っ取り早いのはもう近くの家電量販店です。家電量販店に行けば、まあそこそこのブランドの液晶保護フィルムが普通に500円とか600円とかで売ってます。で、ガラスフィルムよりやっぱ若干安いのでお手頃ではあるんですよね。でもやっぱりディスプレイが割れちゃうのが怖い方は保護ガラスフィルムを使うと思うんですけど、
まあ、使い勝手、操作のしやすさで僕はちょっと選ぼうかなってやっぱ思ったので今回液晶保護フィルムを買いました。で今回買いましたのがエレコム の光沢の方ですね。グレアの方じゃなくてノングレアの方 の液晶保護フィルムで、これグレアの液晶保護フィルムがあるんですけど、グレアってちょっとザザザとか マットな感じの液晶保護フィルムなので、ちょっとマットな感じだとせっかく iPhone 11 Pro Max の その XDR というその綺麗なディスプレイがちょっと損なわれてしまうので、光沢でないとちょっと良くないので、液晶保護フィルムの光沢があるバージョンを買いました。まあ、これの最大のメリットというと、まあ、落とした時にその保護ガラスフィルムよりは強度がないので iPhone のディスプレイが破損する場合はあるにせよ、この液晶保護フィルムは iPhone のディスプレイに細かな傷をつけないためのものです。まあ、このエレコムのものはここに書いてあるとおり指紋がつきにくい、やっぱ指紋がベタベタつく液晶保護フィルムってあるんですけど、このエレコムさんのはこの前回のこの iPhone X の時もそうなんですけど、指紋がつきにくい液晶保護フィルムというだけあって、あまり、ね、指紋が気にならなかったんですよね。でこの保護ガラスフィルムはやっぱ指紋が気になっちゃうんですよね。ガラスですから、ガラスだからやっぱ指紋がつきやすいんですかね。なんかこう普通の液晶保護フィルムとガラスフィルムではその指紋のつき方も若干やっぱ違ってくると思います。はい、で指紋がつきにくかったり、フッ素コートであったり、画面がくっきり見える加工がされていたり、写真の動画の移動の移りが純正と変わらない、エアーレス加工で、気泡が消えるような加工がされています。傷に強い、静電気の防止加工があったり、抗菌加工もされてますので、ベタスタンダードな液晶保護フィルムですね。では早速ですね、これを貼っていきたいと思います。まずガラス保護フィルムを剥がしていかないといけないんですよね。すぐ剥げれると思います。欠けてるでしょ。はい、では貼っていきますね。液晶保護フィルム1枚、はい、でこれ1枚。本当はお風呂場とか無風の状態がもちろんいいんですよ、分かってるんです。テープがありますので、うまく貼れたんじゃないかな。うまく貼れてます。どうですか。うまく貼れましたね。かなりうまく貼れたんじゃないですか。若干ずれてるか、若干ずれてますけど、どうでしょう。うまく貼れてます。はいはい、結構快適ですね。やっぱりもういい感じで、写真も特に悪いっていうか悪くなった感じなんですよね。はい、実際に貼ってみました。液晶保護フィルムを貼って写真とかタイピングとかちょっと今やってみたんですけど、やっぱガラスフィルムの時よりもでもこう押した感覚が早いっていうか、示唆効果っていうんですかね、いいですね。スムーズに、なんかやっぱスムーズになりました。ガラスフィルムのある時ってなんかちょっとぬるぬるさがぬるっとした感じだったんですけど、さっさっとなんかが反応してくれるような感覚ですね。やっぱり液晶保護フィルムの方がいいですね。ガラスってやっぱり1枚挟んでる分ちょっとやっぱり動作が気になるところだったので、これをちょっと数日使ってみて、また何か問題があれば動画とかブログにしたいと思います。実際このガラスフィルムか液晶保護フィルムかって迷いどころではあるんですけど、ガラスフィルムがおすすめな方はやっぱちょっと落としてディスプレイを割るっていう、こうリスクを抑えたい方で、液晶保護フィルムのガラスフィルムじゃない方がいい方は
やっぱ操作ですね、結構ガンガンに iPhone をテキスト入力とか動画編集とかこう細かい作業をこの指のタッチ操作でやるなら液晶保護フィルムですね。ガラスフィルムよりは格段に薄いので操作も俊敏です。なんかやっぱこう触った瞬間にやっぱ画面が動くって感じがします。なので、まあ、iPhone の使い勝手というか、まあ、操作を少しでもキビキビさせたいならガラスフィルムより液晶保護フィルム使った方がいいと思います。はい、ではこの動画が気に入ってくれた方はいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画で。